ありがとうございます。りょうちゃんさん、キャーグア、またりょうちゃん、ワンテンニュー。どうもしました。ありがとうございます。ゆうぷちょへんださん、朝配信はみんなすっぴんだよね、必見。確かにそうですね。朝見どころですね。朝ショールーム見て、みんなのノーメイクを拝見して、仕事に行くっていう。ゆっぷちょへんださん、1万さ、すぎょい。そうですよね、私もびっくりしました。なんと2位までとの差が1万ポイントもあります。本当に嬉しいです。星投げ皆さんのおかげです。ありがとうございます。えびせんさん、寝起きすっぴんパジャマで、パジャマもパジャマなんですか。パジャマだったら服も着替えなきゃいけないな。どうしよう、考えときます。シルフィードさん、ちょっとま課金せんでも大丈夫かな。いやでも今日たくさん課金してくださったんで本当に嬉しいです。固まってます。プーさん、びっくりした顔して、びっくりした顔。ゆうぷちょへんずさん、パジャマで配信。どうしよう、パジャマで配信しちゃうかな。どうしよう、じゃあパジャマで配信しちゃおう。緊張するな。ゆうぷちょへんずさん、おねだりされた。これ小さい頃から持ってるんだよな。これなんて読むんだ、記号 N1643、 50カウントもに待った。ありがとうございます、ありがとうございます。本当にシルフィードさん、韓国系の制服で配信とかいいですね。私は韓国が好きなので、韓国制服とか最近流行ってますよね。今50分なのでね、もうすぐでランキングを言いたいと思います。ゆうぷちょへんずさん、しょうがないな、アイス10、ありがとうございます。本当にありがとうございます。え、たくさんだるまを投げてくださってる方がいる。安作さん、だるま100個もありがとうございます。本当にありがとうございます。安作さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。シルフィードさん、アイスありがとうございます。アイスありがとうございます。本当にそれでは、本当にありがとうございます。だるまさん、ゆうさんも本当にありがとうございます。じゃあランキングいきます。13位、ビッグさん、ありがとうございます。12人、ルルルルルルさくらちゃんのお母さん、ありがとうございます。11位、でるるるるるるん、でん、りょうちゃんさん、ありがとうございます。10位はでるるるるん、でん、つくしさん、ありがとうございます。11位はでるるるるるん、あれ、そうだな、りょうちゃんさんですね。9位じゃないな、10位か、 10位がつくしさんで、11位がりょうちゃんさんで、9位がひらつぐさん、ありがとうございます。8位がひどさん、ありがとうございます。